トトカ式方のトカのチャンネル、はい、今回は、えー、あの今ね連戦連勝で勝っている今4戦4勝 4KO かな、ねえー、もう乗りに乗ってます武井,チャンピオン武井選手武井選手ね元 k 1のチャンピオンですけどもこの選手が5戦目で今度はというタイトルに OPBF トーうタイトルマッチをやるということですごいですね相手はそういうチャンピオンですよ。 それに5戦目できけないタイトルを挑戦するということでえまあねあれだけあっさり3ラウンドもいかないうちにねこの4つの試合を倒してきてるわけですけどもまあそれだけパンチはあるスピードもあるいろんなスキルを持ってるということでえまあ今回はこれもうやりがありますよねまあその代わり危険もあるかなっていうところもありますよねまあまあまあこれ相手チャンピオンパンチ力がありますから。 えー、打たれてどうかな打たれ強さはそんななさそうな気もするんだけど細いからね分かりませんけどもまあ,あの相手結構今までとはちょっと違うと思いますよ。デビューして1年半でトヨタイトルっていうのはまあまあそんな考えられないことではないですけどねあのもう下地がありますからね k 1のチャンピオンだったということで下地はあるんでまあそんなに不思議ではないですけども。 まあ早いと言えば早いいとえばですよね私がレジェンドで見たのがちょうど1年前1年半前ですねその時はまだデビューしてなかったのかなそっからパパパパパッともう4戦して5戦目でトヨタイトルいやまあこれはまあ異例といえば異例ですよねあの時はフライ級の世界フライ級チャンピオンのね木村翔チャンピオンと元チャンピオンですけどもその時やってましたねその時時見た時に、ね おい世界チャンピオンにおいおいデビュー前の子がこんなおうおうおおいいじゃんっていうようなあまあ本当スパニングでも圧倒してたような感じでしたけどもキム・チャンピオンは、えー、まあちょっとチャンピオン離れてから時間は経ちますけどまあ現役でね、えー、2階級ぐらい下だったのかな、えーまあ、それでも、えー、この間までチャンピオンだった世界チャンピオンだったんだからねその選手を圧倒してたということは、まあ、武井チャンピオンも 武井選手もかなりのボクシングの実力があるということですよね。まあ、今までの4戦4勝 4KO、まあ、あっさり一発ですよねほとんど。まあ、前回はもう4戦目はね日本15位かな15位の日本なんかを右一発でひっくり返してますからねそれはもうパンチ力は4戦4勝 4KO のパンチ力はもう証明されてますよそして当て感一瞬のバーンと一発で倒す。 あてかんですよ日本ランカー一発で倒すんですからね,すごいですよねそしてまあその、えー、ボクシングスキルとパンチ力この実力を見てもうトヨタイトルいけるだろうということでまあそのいけるだろうっていうジム側はもう井上チャンピオンを作ってるねスーパーチャンピオンを持ってるスーパースキルのあるジムですからそういう意味では、えー、武井チャンピオンがトヨチャンピオンに勝てるという。 まあそれはもう見抜いいててるんじゃないですかって勝てるもう自信があってぶつけるんでしょうけども今回の間はなかなか骨っぽいんでちょっと見てみましたねこれ今あの私が見てるのは東洋タイトルの決定戦ですね武井選手である今の現役の世界チャンン、えー、東洋チャンピオンがアポリナルという選手ですねこの決定戦でかか勝った選手ですねこの、えー、対戦相手が決定戦に出た対戦相手がラモネルこの選手は若い選手と倒し 倒して勝って倒されて負けてっていう、まあ、お互い KO 負け TK 負けなんですけども負、えー、け戦してはっ勝い敗で久我選手には1ラウンドで KO 勝ち久我選手が日本チャンピオンの時に1ラウンド KO 勝ちしてるんですよそしてこのラモネの選手に、えー、アポリナの選手が、えー、ノックアウトで勝つわけですねこれちょっと試合見てみましょうねラモネはパンチ力あるけどもうまさはないですよね ノーガードだし、スピードもそんなないし、振り回してくれた感じ。ただ、一発当たったらパンチ力があるっていう感じでしょうね。これ、これは。アポリナル選手が、こう、うまく、こう、かわせ、かわしてますよね。相手はちょっと大振りですから。スイッスイッとか、かわしてますよ。おお。あの、右にも、左にも、スイッチ型ですよね。アポリナルは、ちょっと、こう、左をね、下げて戦うタイプですよ。この。アポリナル選手ね。 一瞬のはいいでですすよよスピードはそんなないですよね世界レベルではないっていう感じですけども、まあ、パンチはあるしけのがまあまああいですよねロイ・ジョーンズっぽいですよねこの動きがねこうそう意識してるんでしょうねただこうやっぱりガードを下げてくるという意味ではこれは武井選手にチャンスありますよねそう左をこう下げてるということは相手側のサウスポーの右フックをもらうっていう可能性高いですよね この,この日本なんか4戦目で倒したのはこの右フックで一発ですからね、パンチが当たれば倒せるという感じですけども、まあちょっと、今までの選手とは違って、ちょっとうまいですよ、こスウェーしてよけるのがうまいですよ、でまあ、あのフィジカルも強いですよね、このハンマーパンチの、えー、ラモナル選手のパンチをね、なんかま,あまともにはもらってないけど、体にボンボン受けながら戦,戦ってますから、まあ、フィジカルもまあまあ強いですよ。 まあ世界にも入るしまあ世界に狙える実力者ということになるんじゃないですかまあまあまあいきなりね5戦目で世界ランカーというのは確かにまあ厳しいかなっていう声はまあ確かにそれは間違ってはないと思いますけどもでも今の武井選手のあの当て感とパンチ力ボクシングに対する姿勢を見るとまあ 勝てないこととはなないと思い思ますよ負け,負けないっていうか勝つんじゃないですか倒すかどうかこ今回ちょっと分かりませんけども、うん、勝つことはできるでしょう、まあ、これスイッチするのが、ね、あのいいタイミングでスイ,スイッチしますよいいパンチ入ってますよおおスイッチして KO しましたねパンパンっていうお、まあ、当て感もいいですよねパンチ力もあるし、うん、この接近戦うまいですよね ただ武井チャンピオン、武井選手と比べた場合、スピードがそんなにないんで、武井選手は綺麗にカウンター取れるような感じですよね、ただこ、接近戦で長くちゃうのは怖いですね、この両方にパンチ力ありますね、右も左も、イ手選手、すごいですもね、もう3走球にして危険、危険な感じなんですかね、よっぽどパンチがあるということを証明してますよね。と、ま、とパンチ力と うんまあ、まあ当て感もありますよね、であと、余計感もいいですよね、まあ、そういう意味ではこの東洋チャンピオンとしてふさわしいかと思いますけども、いや今の武井チャンピオンの勢いはこれ、この選手、勝てないと思いますね、おそらく、背も高いサウスポーですから、おそらく相打ちしても先に当たる確率は高いでしょう。う 形の構え方してますからおそらく打ってきたときにカウンター取っ,取って倒せると思いますねやはり同じ当て感がいいにしても武井選手の方が一歩リードしてるような感じしますねあの試合を見てると。これこの選手に勝てばまあ堂々とトヨチャンピオントヨで一番ということで,でそれプラス世界ランカーということになりますからもう世界のタイトルに 世界チャンンピオンに挑戦していいといとう証明されるわけですよねそしてスーパーバンタムですからこれスーパーバンタムということはで今あの井上チャンピオンが4団体制覇して上の4階級目に上がるということでスーパーバンタム今もう噂されてますよねもう有名な無敗チャンピオンが2人揃ってますからそこに武井チャンピオンが今その世界ランカーに上がってくるということですからこれ面白いですね。 どうすするんですかね先にユーハイチャンピオンが、えー、4団体制覇して上に上がってから来るのかなそれとも井上チャンピオンが4団体制覇してじゃあい,いくつか話すからお前取れというのかなまあまあ井上チャンピオンの方が早く上がっていくのかもしれませんけどもこれスーパーバンタムこれ面白くなってきましたね最高のクラスです今ねバンタムも今最高だけどこれ4団体制覇したらもうスーパーバンタムが今 本当に日本人に注目,されてる注目されるクラスになりますよね。そしてまた面白い話題が上がってきましたね。JB のトレーナーさんがね、えー、言ってましたけども天津チャンピオンがボクシング界に来てデビュー戦は武井選手が東洋チャンピオンになったらその東洋タイトルをかけてやるデビュー戦が一番面白いんじゃないかというか、ねまあ、かけてというかこの東洋チャンピオンとの武井選手と。 えー、デビュー戦、えー、キックボクシングの世界チャンピオンから無敗できたその那須川天心チャンピオンとデビュー戦で戦おうというこれはかなり面白いですよねまあキックボクシング上がりでまだボクシングは天心チャンピオンやってないけどもキックで負けたことなしそしてこちらは、えー、ボクシングデビューしてから負けたことなしそして東洋チャンピオン世界ランカーすごいですね天心チャンピオンもういきなりこの世界に入ろうとする。 この戦いいができるというね確かに今一番面白いかもしれませんねこの、えー、天津チャンピオンと武井選手というのは、えー、本当はそこにね、えー、ボクサーのままの選手たちが中に割れ込んでくると面白いんですけどねトヨチャンピオンに天津チャンピオンが勝つか武井チャンピオンが勝つかでもすぐに世界やると思いますけどねまあ入れる隙はどこにあるか分かりませんけどもまあこれをデビュー戦、うん、確かに面白いこれはいいカードだと思いますよ。 これ楽しみですねスーパーバンタムは、まあ、日本でこれ制覇できるのかなという気もしますけどもスーパーバンタム無敗の世界チャンピオンが2人いますからね強いですよこれ最高の楽しみですねぜひ皆さん上がってきて対戦お願いしますよ大賢選手は東洋チャンピオンになっ